いやなんかリリカ本当に運動から逃げ続ける毎日を送ってきてて、あの一例を挙げると、あのリリカがもともとそのいたあのインターンで通ってたあの会社、あのあれがあったんだよ、ヨガ、ヨガ、なんかたまに定期ヨガみたいな感じで外部の講習の人が急に会社のところに現れて、ヨガの時間でーすって言いながら、急に職場に乗り込んできて、それが来たらみんな急にスッて立ち上がって、席から立ち上がって、なんて言うんだろうな、まあ、体を伸ばしたりとか、腕を右に大きく広げてーとか、そう、なんかそういうのを、なんかやらされるんだけど、もうリリカ、もうヨガの気配感じたら、もうスッて、スッてスマホ持って、トイレに逃げる。なんかヨガやってるのに一人で座ってると、そう、なんかちょっとそれはそれで感じ悪いかなと思って。そう、なんかもうヨガの気配感じたら、もうスッて。今たまたま席を立ちたくなった人ですけど何かみたいな顔して、トイレに逃げ込んでトイレに座りながら スマホゲーするっていう逆効果ですよ。全国の会社の皆さん、逆効果です。はい、ヨガの人が来ることで、より体に悪い、はい、何かがありますので気をつけてください。毎回のことだからバレてるだろう。バレてるよ、だって終わったら帰ってくるもん。そう、だいたいやっぱああいうのって20分ぐらいやるんだよね。そう、だから別にでも全然怒られたりしないよ。そう、全然戻ってきて、そう、お前逃げたなって言われる。いや、逃げてないですよつって。はい、Could you hug me and pat me please gory monkey shit